ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材は、こちらね。掛け合わせた生物？キメラみたいに奇怪な姿の生き物4000。はぁ？キメラみたいな生き物って、一体何言ってんの？キメラってあのキメラよね？空想上のモンスターのキメラよね？そうそう、それだな。キメラ、原文ではキマイラと言われる、ギリシア神話に登場する怪物のことだ。ライオンの頭とヤギの胴体、蛇もしくは竜の尻尾を持ち、口からは火炎を吐くというモンスター。もはやおなじみの子だと言っても過言ではないはずだ。ゲームや漫画では幾度となく題材にされているし、多くの人が聞いたことくらいはあるでしょうね。だとして、そのキメラみたいな生き物ってどういうこと？掛け合わせた生物？みたいな煽り文句もあったけど、一体全体どんな生き物を紹介するつもりなの？言葉通りだ。今日は神話上のキメラみたいに、いろいろな生物が掛け合わされたかのような奇妙な見た目の子たちを紹介するつもりだぜ。嘘、そんな生き物実在するの？科学的に作った生き物とか、そういうものじゃなく？生物学上のキメラはもちろん存在するが、ライオンの頭、ヤギの胴、蛇の尾みたいな子を作るのは今の科学でももちろん不可能だぜ。今回紹介するのは、あくまでもいろいろな生物が掛け合わされたかのような、であって、実際に掛け合わされた子ではない、自然に存在する子だ。なるほどね。要は遺伝子動向とか関係なくて、見た目的にキメラっぽいやつってことかしらね。え？それってやばくない？私的に苦手な題材じゃない？あれ？大丈夫大丈夫、いつもみたいに霊夢も楽しんでくれるはずだぜ。その断言で悟るは、絶対やばい見た目の生き物だって。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。びっくりした。蛇、かと思ったけど、筋っぽいのが大量にあるし違うわね。ミミズかしら、これ。苦手ってほどじゃないけど、あんまり見たいものでもないのよね。つうか、何度見てもミミズでしかないんだけど、これのどこがキメラっぽい生き物なの？そう、俯瞰してみるとどう見てもミミズだよな。だが、別角度から見ると、こうだ。はぁ？はぁー。ミミズの体に小さな手が生えてる。しかもなんか爬虫類っぽい顔がついてるだと？何この生き物？キメラ？合成？もちろん合成ではない。この子はアホロテトカゲという名前の、れっきとした実在する生物なんだぜ。アホロテトカゲ？ミミズじゃなくて、これ、トカゲなの？トカゲでもなくて、この子はミミズトカゲアモクフタアシミミズトカゲ科に属す子で、つまるところミミズトカゲの一種なんだ。ミミズでもなくトカゲでもなく、ミミズトカゲという生き物、だと？まず、ミミズトカゲなんて生き物がいるのか。ああ、ミミズトカゲとはヘビやトカゲと並ぶ独立した種であり、ミミズのような姿の爬虫類なんだ。はあ、これがミミズトカゲ？か、完全にミミズじゃないの。ミミズトカゲはもうこの時点でなかなか異質な子なんだが、その中でもアホロテトカゲはまた特別なんだ。ミミズトカゲは200種ほどおり、そのうちの3種が小さな前肢を持つ。その3種のうちの1種がこのアホロテトカゲなんだぜ。はへい。ゼックよゼック。ミミズトカゲって生き物の時点で奇妙すぎるのに、でも生えたアホロテトカゲ。姿が完全にミミズとトカゲと何かを組み合わせたキメラだわ。そうだろそうだろ。この子を発見した人や命名した人も同様に思ったんだろうな。アホロテトカゲのアホロテとは、妖精や妖怪といった意味の言葉であり、この子の特殊な容姿にちなんで付けられたものなんだぜ。つまるところ、妖怪トカゲか。いい名前じゃないの、ぴったりだわ。妖精ってのも。まあ、合ってるのか。よく見たら気が抜ける顔してるし、案外可愛いかも。可愛らしい顔だし、ぴったりの名前だぜ。それに妖精みたいに比較的小さいしなおさらだぜ。この子の体長はだいたい10から20センチメートルであり、体は細くて6から7ミリメートルほど。見ての通り、ミミズのような体とミミズのように全身がピンクなのが特徴だ。また、戦術の通り前肢があって、指にはしっかりとした爪がある。これは砂や土を掘るのに適応したものであり、この子の習性が色濃く出ているものとなるぜ。実際に砂や土を掘るってこと？え、だとしたら、完全にミミズと同じじゃないの。この子をはじめとしたミミズトカゲ自体、日中はほとんどの時間を土の中で暮らしているぜ。大雨が降った後や夜間は地表に出てきて、餌を探すんだ。
って湧地を掘るためにあり、また頭が弾丸みたいな形なのも土を掘り進めやすくなるための進化と考えられ、根は退化していてほとんど機能はしていないと言われているぜ。ちなみにアホロテトカゲの生息地は、メキシコ内の限られた一部の砂漠地帯のみ。よって、メキシコ特有の固有種であり、非常に希少な子なんだ。ああ、見るからにレアな生き物だけど、ガチでレアなのね、この子。レアってことはやっぱりペットにされるようなことはないのかしらね。爬虫類ではあるんだし、コウズカなら喜んで飼いそうではあるわよね。ああ、この子は希少ではあるがペットにされることもあり、爬虫類ファンの間ではアイドル的な人気を博すぜ。だが、希少性により流通もほとんどないため、入手が困難で値段は数十万から数百万に上る、なんて噂もあるくらいだ。数百万。噂が本当だとしたらやばい世界ね。飼育は比較的簡単と言われてはいるが、その希少性のため確実な飼育方法は確立しておらず、迂闊には手を出すべきではないと言えるな。いやいやいや、飼育方法云々以前に値段的に迂闊に手を出すべきじゃないでしょうよ。通貨出せないでしょうよ。奇跡的に飼育するチャンスが巡ってきたなら、お金的にも、この子の命的にも、しっかりとした覚悟を持って買ってあげてほしいぜ。さて、次の紹介に行くぜ。なになにこれ？なんなのこの違和感たっぷりの生き物は。この尻尾とか尻尾の上げ方とかどう見てもサソリよね。なのに、全然サソリじゃない。サソリに羽はないしサソリはここまで虫っぽい足じゃないわよね。このお尻を上げた姿、見事にサソリにしか見えない子はもちろんサソリではなく、尻上げ虫という昆虫の一種だぜ。尻、上げる、虫。まんまのネーミング。シリアゲムシの仲間は約600種はいると言われ、そのうちのシリアゲムシかミゾクスコは、この写真のように非常に特徴的な姿をしているぜ。細長い体に長い足を持つ、やや華奢な昆虫で、羽は2対とも膜状。一部の種は羽が退化して飛べないが、他の種は上手に飛翔するぜ。頭部は目がよく発達し、口はやや突き出して、先端に咀嚼型の口器を持つ。腹部は柔らかく、細長くて後方に狭まる。そして、なんといっても、この子の特徴はそのお尻。シリアゲムシ類のオスはサソリの尾のようなお尻を持ち、くるりと巻き上げた姿勢をとっているぜ。うわ、何度見てもお尻だけサソリで、他の部分はでっかい蚊みたいでキモい。これまた完全にキメラだわキメラ。このサソリっぽい部分、やっぱりサソリみたいに毒針とかあるのかしら？いや、針はないし毒も持たないんだ。ただ、代わりに小さなハサミを持っていて、シリアゲムシ同士の喧嘩に使ったりするぜ。ああ、ハサミになってるのかこれ。今度はハサミ虫っぽさも出てきて、ますますキメラ感が強まったわ。このキメラは日本にはいるのかしら？むちゃくちゃ出会いたくないんだけど。シリアゲムシに類する子は全世界にいて、日本にも何種類かいるぜ。だいたい4から9月頃に見られ、全国でシリアゲムシに類する子は生息しているぜ。ちなみに日本で見られるシリアゲムシの代表は、ヤマトシリアゲという子で、本州、四国、九州を中心に生息しているんだ。おお、これがヤマトシリアゲ？なんか黒色だとより一層サソリ感が出るわね。よりかっこよさが増すよな。ただ、このヤマトシリアゲは少し特殊で、生まれてくる時期によって外見に差が出るんだ。初夏に現れるものは黒色で比較的大きく、晩夏に現れるものは黄色っぽく小さい。黄色っぽいものは別光シリアゲと呼ばれ、昔は別種と思われていたぜ。おう、同じ虫には思えないほど色が違う。形的な外見が奇妙なだけじゃなく、生まれる時期で色が変わる生態を持つとか、どこまで見た目が特殊なんだか。特殊なところで言えば、もう一つ面白い話もあるぜ。シリアゲムシは全体的に肉食であり、昆虫などを捕まえて食べたり、果実なども食べる。また、虫の死骸も食べることで知られているんだが、ここで変な習性があってだな。え、虫の死骸を食べる時の変な習性？あんまり聞きたくないような。どんな習性なの？シリアゲムシはクモの巣にかかった昆虫を横取りするという習性を持っていて、うまいこと長い口で自分は巣に引っかからずに死骸を食べるんだ。ひえー。本当にこの子たちにとっては一般的な行動のようで、時折こんな感じで何匹も一つのクモの巣に集まって獲物を横取りしている姿が観察されているようだぜ。何その習性。ずる賢いというか、奇妙すぎてまたキメラ感増したわね。特殊な姿といい特殊な習性といい、キメラ感増し増しで素晴らしい生物だぜ。まるでポイントアップ、みたいに言うわねこいつ。さて、次の紹介に行くぜ。え？はぁ？どういうこと？ちょっと待って、あれ？なんか脳がバグる。見た瞬間、スズメバチだ。って思ったのに、よく見たら顔の方はどう見てもカマキリで、でも羽を見たら透明でトンボみたいだし、
なんなのこのいろんな昆虫を混ぜ合わせたような虫は。この子は、オオイクビカマキリモドキと言って、アミメカゲロウモクカマキリモドキ科に属する昆虫だ。カマキリ。結局カマキリだったの。ちゃうちゃう、この子はカマキリモドキってあってカマキリじゃないぜ。蜂みたいでカマキリみたいな外見でカマキリモドキって名前でカマキリではない。脳が混乱するわ。ごっちゃごちゃすぎてこの画像を思い出したわマジで。エビの画像です、とか言って差し出されるネタ画像だな。何の生物なのかわからなくなる、そんな気持ちはわかるぜ。だが、この子はネタなんかじゃなく、正真正銘、自然に生まれた生物なんだぜ。この子含むカマキリモドキは、上半身はカマキリ、下半身はクサカゲロウやスズメバチに似た外観を持つ。前足はカマキリのようなカマ構造になっており、異なる点はカマキリがカマを胸の前に構えるのに対して、カマキリモドキは胸の横、腕より後ろに構えるぜ。どう見ても本当にカマキリだわ。これってあれよね？擬態なのよね？カマキリって強い方だろうし、カマキリに擬態して身を守っているとかなのかしら。実はこの姿はカマキリの擬態ではなく、同じ目的を持ったことによる修練進化の結果だと考えられているぜ。修練進化？何回前にも聞いたことがある言葉ね。複数の異なるグループの生物が、同様の生態的地位についた時に、系統に関わらず類似した形質を独立に獲得する現象のことを指すぜ。この子もカマキリも、小型の昆虫などを捕まえて食べる。同じような生態を持ち、同じように生態に沿った進化をした結果、同じような姿に進化した、と考えられるわけだな。ああ、なる。同じように効率とかを求めたら似た姿に進化しただけってことか。ただ、霊夢の予想は実は当たらずとも遠からずで、この子はカマキリには擬態していないが、スズメバチに擬態したのではないかと考えられているぜ。あ、擬態はそっちなのか。また混乱を招くわね。スズメバチに擬態ってのは、今度こそ身を守るためなのよね。ああ、そうだな。この子以外のカマキリモドキも、様々な蜂に擬態していると考えられているぜ。うわ、マジだ。どいつもこいつもカマキリっぽいし、やっぱり蜂っぽい。つうか、全部キメラだわ。ヒメカマキリモドキに始まりオオカマキリモドキまで、すべて日本に生息していて、全国に分布しているぜ。また、今回紹介しているオオイクビカマキリモドキも同じく日本に生息しているんだ。ただ、この子は沖縄県の八重山にのみ生息している希少種だ。やはり、この子が一番スズメバチっぽさがあったので今回はカマキリモドキ代表として紹介してみたぜ。ああ、確かに、他のやつよりもお尻の方がでっぷりしていて、ハチっぽさに磨きがかかっているものね。いやあ、カマキリモドキという昆虫自体、完全にキメラで驚きだわ。こんな昆虫がまさかいるとはねえ。さて、次が最後だな。ああ、最後も虫なのか。しかも、見た瞬間に鳥肌が立ったし。またまた南海和漢バリバリの姿。羽の模様がなんか奇妙だし、なぜか上の方だけ透明の羽だし。透明の羽だけ見るとトンボ？でも、その特徴的な触覚は蝶よね。混乱しているようだし情報を追加だ。横からの写真もお見せするぜ。より一層混乱するわ。頭とかなんか毛が生えているし足の感じも蝶っぽいけど、羽とかが絶対蝶じゃないわよね。一体全体、こいつは何者なの？この子は、キバネツノトンボと言って、ツノトンボ科に属する昆虫の一種だぜ。ツノトンボ？つまり、トンボ？いや、今までの流れ的に違うか。トンボっぽいけどトンボじゃないと見た。成長したな、霊夢。その通り、この子はトンボではなく、ウスバカゲロウの仲間であり、トンボよりも先ほどのカマキリモドキに近い昆虫なんだ。さっきのカマキリっぽいキメラに近い。納得の姿。ツノトンボはこの子を代表に、トンボに形状が似ている子が多く、小さく色も黄色で多毛なのでトンボとはかなり違った印象を与える姿で知られているぜ。前肢より後肢の方が小さく、トンボ科の昆虫に似ているが、トンボとは異なり、羽を斜め後ろ、下向きに伏せるように畳むぜ。また、長くて先の膨らんだ特徴的な触覚を持ち、全身に毛を多く持つものが多く、その特徴は蝶のようとも言われているぜ。ふわふわふわ。体にびっしり毛が生えてる？しかも目がでかいし口は蝶っぽくないし、でも触覚はやっぱり蝶だし、混乱必至。こうやって羽を掴まれている姿はやっぱりトンボだし。キメラすぎるわよこの生物。ただ、サイズ的には大きくないみたいで、それだけが救いね。この子の体長は 23mm ほどで、羽を開いた場合の長さは 52mm ほどだぜ。だいたい4から6月頃に見られるようになり、河川敷や丘陵地の草原を活発に飛んでいるぜ。また、トンボと同じように飛翔が巧みだ。速度や方向を自由に変化させられて、ホバリングなども可能。
羽は力強く、近くを飛ぶ時には、蜂のようにブーンという大きな羽音がするぜ。ひえ？蜂みたいな羽音でこいつ飛ぶの？怖。ただし、生息環境が竹の長い植物の生える乾燥した草原に限られたり、よく晴れた日の日中によく飛び、日が陰ると飛ばなくなったりと、飛翔する姿はなかなかに貴重だったりするぜ。時間も場所も限られると、河川敷や丘陵地の草原にいるって言ってたけど、こいつもしかして日本にいるのかしら？本州や九州に生息しているぜ。ただ、生息地は非常に限定されていて、個体数は減少の一途をたどり、今や希少な子となってしまっているんだ。近年ではほとんどの都道府県で絶滅危惧種として認定され、その住処や個体の保護に努めていても、改善の兆しが見えない状態が続いているぜ。そっか、こいつもまたレアキャラなのね。そりゃ私なんかじゃ存在も知らないわけだわ。レアキャラもレアキャラ。希少な種であるため、この子については実はあまり研究も進んでおらず、詳しい生態は分かっていない部分も多いぜ。ただ、そのためか、意外なところでも繁殖している可能性は残されていて、まだ見つけられていない生息域があるのではないかとも考えられているぜ。へぇ、なるほど、そういう考え方もあるのね。希望的観測でしかないが、人知れずこの子たちが大量に生息している場所があることを祈っているぜ。大量にこいつらが、想像したらやべえ、完全に地獄絵図が見えたわ。以上で終わりだな。今回のは本当、信じられない見た目の生き物だったわね。正直、実は全部 CG でしたって言われた方が信じられるくらいに。なまじ他の生き物を知っていると、継ぎはぎのキメラっぽく見えて違和感バリバリだったわね。修練進化のように、別種の生物が似た構造の体を持ち、その結果、部分的にだけ似た姿になる。そういったことからキメラみたいな姿の子になったりするわけだ。これもまた生物の多様性、存分に味わってくれたようで嬉しいぜ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。